ビスは情報提供装置の略称で東日本旅客鉄道の一般系電車に搭載されている旅客案内装置である E233 系1000番台の旅客案内表示機構の装置は車両の各所に設置された媒体に運行情報、自粛案内、乗り換え案内、到達時分、その他アナウンスを表示している車両と地上の双方向で通信できるため ティムズが持っている情報を地上に送信することも可能である。表示を行う媒体は車両により異なっており、液晶ディスプレイを用いる方式とスクロール式、LED パネルを用いる方式が採用されている。上空扉上部にトレインチャンネルと呼ばれる2機の液晶ディスプレイを設置して情報を提供している。主に停車駅や乗り換えなどの列車情報、遅延などの運行状況や、 CM などの広告を表示している。そのうち広告は主にミリ波を使用した SS 無線や無線 LAN、モバイルマ m a x を使用し、運行状況はデジタル列車無線を使用して内容を更新している。E231K500 番台はアナログ伝送のため映像にノイズが見られるが E233K では伝送速度の向上により、 デジタル RGB を採用したためより鮮明な映像となっている。E233K0 番台までは画面アスペクト比が4、3の液晶ディスプレイを搭載していたが、1000番台以降はアスペクト比16、9の液晶ディスプレイを搭載している。このため4、3の画面サイズ用に制作された映像、広告が表示される場合、 画面の左右端に黒い縦の帯が表示される。E233 系2000番台では導入当初一期のみの設置で広告の表示は行っていなかったが、2015年2月19日より順次表示が開始された。このほか、乗り入れ先の地下鉄千代田線内での駅ナンバリング表示に対応している。E233 系7000番台は三菱。 電気製のセサミクロを用いたアニメーション表示に対応している。e 2 3 5系では新たなデジタルサイネージとしてトレインチャンネルに加え窓上チャンネルとサイドチャンネルが新設されている。21.5インチ液晶ディスプレイを窓上部に3基、妻上部に1基設置している。列車の運行状況を表示しているほか、 E231 系通勤タイプでは到達時分も表示する。E231 系近郊タイプ初期編成では当初グリーン車のみ運行状況が表示されていたが2009年頃から普通車にも表示されるようになった。なお2004年以降に製造された後期編成は当初から全車両で運行状況が表示されている。私鉄車両でも名称は異なるものの 同機能を搭載した車両が存在する。多くが液晶ディスプレイを利用し、停車駅、所要時間、運行状況の案内が行われている。トレインインフォメーションシステム4パッセンジャー。特区ビジョン液晶ディスプレイにて自駅案内や広告を表示しているほか、運行状況の表示にも対応している。トレインビジョン小田急システム。小田急 TV 液晶ディスプレイにて自液案内や、 運行状況を表示している。5000型と4000型と3000系の一部と1000系のリニューアル車ではディスプレイを2台設置し、左側をオダ急 t v を用いている。5万型では車外に設置されたカメラの映像をリアルタイムでモニターに伝送する機能も搭載されている。この他スクロール式 LED パネル方式を採用している車両でも、 運行状況を表示する機能を搭載している。ワイド液晶ディスプレイにて自液案内や広告、ニュースを表示しているほか、自社線他社線の運行状況表示にも対応している。西部、トレーンビジョンシステム。西部スマイルビジョン液晶ディスプレイにて自液案内、広告を表示しているほか、運行状況の表示にも対応している。ありがとうございます。